マッキンゼーの思考法を実際のビジネスでどう使うのか。イシューを考えて仕事をするか、考えないで仕事をするか、ヒカルさんと宮迫さんの事例で持ってまいりました、はい、リザードの靴を作ってくれ、売れたら録音度の CM 出してくれ。リスクに対して否定的、怖がる人っていうのはこういうことをとにかく怖がるわけですよ、はい、ちゃんとこの定量化していくってことがすごく僕は大事だと思ってますと、フレームワークを作りながら費用とあとはまあ売上あとはまあ利益、まだ計算ができるわけで OK っていうふうなことをこの時は判断したんです。納得感ありますね。もう仕事のもう時間っていうのが10倍変わります。10倍も、はい、もう変わります。イシューはそんな僕ね難しくないと思うんですよ、はい、イシューを考えてない人がとにかく多い、ハテナマーク、これもポイントです。はあ。皆さんこんにちは、ピボットの佐々木です。今回からですね、新番組、これラーニングのための番組でですね、これ長いタイトルなんですけれども、マッキンゼーの思考法を実際のビジネスでどう使うのかという連載を始めていきたいと思います。で、講師の招きしたのはですね、ロコンド社長の田中裕介さんです。どうも田中です。田中さんよろしくお願いします。田中さんには先日ちょっとインタビューさせていただいて、そうですね、真面目な EC の未来とかですね、ファッション EC の未来とか話していただいたんですけど、はい、その中でやっぱりマッキンゼー出身じゃないですか、はい、もう結構前ですけどね。前ですけどね、もう12年前から、はい、そうですね。かつ、はい、なぜマッキンゼーの人は年俸1億円でも辞めるのかっていう大ベストセラーを出されていてはいはい、はい、その時に話してた時に印象的だったのが、はいはい、結構マッキンゼの思考法って経営でもめちゃくちゃ使えると、それで相当助かってるって話をされてたじゃないですか。前回の動画ですよね、はい、動画ですよね。で、本当にそうですよ。僕はやっぱり、まあ、本当マッキンゼ入るまでは、本当はパッパラパラとんで、はい、マッキンゼ入ってこう思考法とかを結構もうスポンジのようにこう学ん で、でそれを結構やっぱあのマッキンゼ出身の例えばあの DA の難波さんとかは、はい、どっちかっていうとマッキンゼのことは意味なかったみたいなことをおっしゃるんですけど、僕はすごく思うのはやっぱマッキンゼの思考法ってすごくこの経営だけじゃなくて、はい、本当もうビジネス全般に結構使えると思ってて、今の自分のこう素地にはなってると思いますね。そうですね。その話を聞いた時に、はい、実際にどう活かせてるのかを田中さんから聞いたら、多くの方の学びになるんじゃないかと思って、あ、なるほど。ちょっと今回この新しい連載シリーズと言ってもいいですか、はい、これをちょっと企画させていただきましたと、はい、了解です。田中さんもいろんな方と仕事すること多いと思うんですよ、はい、大企業の方とかすごい勉強熱心な方とか、はい、ただそういう思考法、マッキンゼー流なんとかってめちゃくちゃ売れるじゃないですか、それをなかなか実際のビジネスまで落とし込めてないなって感じること多いんですか？そうですね、私もいろんなあの取引先、何でも、まあ、大きい会社の人とか、はい、本当にもうたくさんとあのビジネスするんですけど、うん、皆さん優秀で知識はあるし、優秀だし、そういうこと最近だとまあスキルも語学力もあったりするんだけど、思考法ってなってくるとなんか結構ちょっとマッキンゼー流とはやっぱ違う部分があって、例えばその、ちょっとスピードが遅いとか、アクションがなかなか実行できないとか、っていうのを結構やっぱいろいろ見てきた、まあ、それはあの 今もそうですし、あそのマッキンゼー自体も、はい、あのそういうシーンは多々見てきたので、うんうん、そういった意味ではその課題認識は結構ありますね、やっぱ逆に言うとそのマッキンゼー流をしっかり学んで落とし込めるからこそ、はい、マッキンゼー出身の起業家って成功確率が高いんですかね。どうなんですかね、まあ、それだけじゃないとは思うんですけど、やっぱり一個そういうことがあるから、特にこのことベンチャー経営となってくると、やっぱいかにこうスピーディーにこうアクションして結果を出していくことがすごく求められるので、そういうところにおいてはやっぱりそのマッキンゼの思考法っていうのはやっぱり武器になってるような気はしますよね。はい、ありがとうございます。ということで今回まず4回連続シリーズとしてやりたいと思います。それでこれ人気があれば続きますよね、はい、人気があれば結構準備も大変だと伺ってるんで、はいはいはい、人気があれば皆さん続きますんで、ぜひあのいっぱい見ていただきたいと思います。コメント欄も見ますということですよね、はい、それで最初に第1回目で取り上げたいのは、はい、これテーマイシューアナリシスということで、はいはい、まあ、アタカさんの、俺もマッキンゼー出身のアタカさんの名著で、はいはいはい、イシューから始めようという大ベストセラーありますけど、こういうことでイシューって言葉はある程度広がりましたけど、実際イシューって何なのかって聞かれたらちゃんと答えられる人ってなかなかいないと思うんですよ。そうですね、なんで今日はこのイシューアナリシス、はい、イシューとは何か、それを使ってどう分析するかっていうところを、はい、ちょっとロコンドでのケーススタディなんかも使いながら聞いていきたいと思います。ちなみに僕もそういった意味で、はい、あのマッキンゼ入る前、なんかもう本当イシューなんて聞いたことなくて、で僕はそれこそあのアタカさんと仕事をした時なんかは、もう鬼のように彼はもうイシューイシューイシューって言うんですけど、アタカさんだけじゃなくて、本当マッキンゼのベーシックはイシューから始まるんですよ、やっぱり。はい、なんでそういった意味では、あの第1回がイシューっていうのは本当いいテーマだと思うんで、ちょっとイシューについては今日は簡単に、はいはい、お話したいと思います。お願いします、はい、でまずなんですけど、
これじゃあ悩み、うん、でこれもそれこそ最初の冒頭のあのじゃあいろんな大企業の方とか優秀な方でも多分悩んでる方が結構多いと思うことが一個あるのが、やっぱ一個一個の仕事、うん、すごく皆さん真面目にやるし、真剣にしかも優秀にやるんだけど、うん、結構時間かかるですね、うん、丁寧にやりすぎるとかありますよね。そうなんですよ、うん、で結果的にじゃあ、すごく時間かかるから残業とか、うん、で頑張るんだけどなんか疲弊しちゃうっていう人は結構僕もただ見てきていて、でこういう時にやっぱ一番大事なあのこう解決するための策として僕はやっぱイシューっていうのはすごく効くと思うんですね。ああ、はい、そっかそっか。その時にもっと短く働いた方がいいですよって言うんじゃなくして、はい、イシューの考え方を学べばもっと短く効果的に働けますよっていう、そういうことなんです。そういう指導しなきゃいけないと、はい、どういうことなんでしょう、はい、うん、で悩みを解決するため、でこれが申し上げた通り、うん、じゃあそのイシュー、でイシューを考えて仕事をするか、うん、考えないで仕事をするか、うん、これですね、もう仕事のもう時間っていうのがもう大幅に変わるんですよ。ほう、もうイメージ10倍変わります、ね、10倍も、はい、もう変わります。ほう、でその辺をねまたちょっと詳しく話していきたいんですけど、うん、じゃあまずイシューおっしゃっていただきましたけど、でイシューってまあ考えてるか、でもそもそもイシューって何ぞやってことじゃないですか、うんうんうん、で、まあ、あたかさんの本、まあ、多分きっちり読んでいただければそのここにこう使えばあると思うんですけど、うん、まあ、あの本も、まあ、それなりに長さもありますし、うん、あのまだピンときたい方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、まあ私流のすごく簡単に言うと、うん、これイシューとは鍵となる、まあ、設問質問なんですね、うん、どうでしょうか。いやいやいや、なんか説明ってことですね、はい、やっぱり日本語で、はい、けど鍵となるってとかポイントですよね。そうなんです。それってなんかセンスとかなのか、ちゃんとイシューが分かっている人から見ると、うん、この問題って全部鍵となる設問って一致するものなのか、はい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 、そこポイントですよね。そうですね、うん、でこの辺をなんかちょっと、まあ、あの今後あの例題でお話していきたいと思うんですけど、うん、じゃその前に、うん、じゃそのイシューを考える意味、これまあさっきちょっと申し上げましたけど、うん、まあ、分析、これって調査分析だけじゃなくて会議、はあ、でも実はこれってイシューをあるかないかって結構大事で、うん、イシューがないとダラダラ続く会議になってしまう、うん、イシューがあるとちゃんともう明確なものがあると生産性が大幅に上がる、うん、ということなんで、この辺をですね、じゃあちょっといろいろ説明していきたいと思うんですけど、うん、そのまず、ビジネスの例題行く前にちょっとこうもっとより簡単な、うん、まあ、例題として、多分このピボットをご覧の方で、あの、まあ、受験勉強、はい、まあ、経験された方は多いと思うんですけども、うん、で国語の受験問題、うん、さすがに覚えてらっしゃいます。覚えてますね、はい、この気持ちを答えようとかね、あ、そうそうそう、ありましたよね。あるじゃないですか、うん、で今私も子供がまさにこれから中学受験なんで、うん、まあ、改めて国語の問題とか見たりしてるんですけど、うん、まあ、タイプがやっぱ2つあって、うん、1つ目のパターンが、まあ、文章題、じっくりまずちゃんと読む、ちゃんと読んで分かんなかったらちょっと1回戻ったりしてじっくり読んでから問題を解くパターン、うん、とそうじゃなくて文章をさらっともうまずもうパパパッと読んで問題をちゃんと理解して答えるためにもう一回問題を読む、うん、どっちが点数高いと思いますか。もう明らかに右ですよね。そうなんですよ、うん、でこれってもう中学受験からも言われるんですけど、やっぱ問題はまあじっくり読みたい気持ちはよくわかる、よくわかるんだけど、それをしていると、まあ、当然ながらじゃテストだと時間も限られてるから、うん、なかなか追いつかないで、なかなかその答えまでたどり着かないってことが多々あって、うん、ここもおっしゃっていた通りやっぱり右側、うん、でこれってどういうことかというと、要は問題が頭にあるって文章を読んだ方が早く解けるってことじゃないですか、うん、はい、それを左側っていうのは問題が分からずに読む、そっか、からすごく時間かかっちゃうんですよね、うん、でこれが要はイシューの考え方と基本的に同じで、うん、要は設問をあった上で、もう問題を読むか読まないか、うん、でビジネスで言っても会議でもこの問題を何の問題を解くために参加しているか、はい、でじゃあ契約書をずらーっとあります、これ読むのも何の質問を解くためにこの長い契約書を読むのか、うん、長い資料を読むのか、長い本を読むのか、これがですね、あのそもそも考えずにとりあえずわーって見る人、うん、で本もとりあえずよく分かんないけど200ページをわーって読む人結構多いんですよ。あ、わかります、うん、で特になんか、まあ、読書なんかもそうと思うんですけど、うん、なんかやっぱ買った以上はちゃんと読みたいってあるじゃないですか、うん、でもそうするとやっぱじゃあ200ページ分厚いの読もうと思うと、うん、結構やっぱ時間かかっちゃうんですよね。そうですよね、うんうん、最近元マッキンゼの起業家の代表格であるあのオイシックスの高島さんが、はいはいはい、走りながら考えるっていうスタートアップ的考え方はちゃんとうまくやらないと危ないって書いてて、うん、それ私も納得したんですよね、うんうん、確かに走りながら考えるっていうふうに言い訳して最初にじっくりイシューを考えないと、うんうん、なんか走ったんだけど何のために走ったか分かんないみたいなことありがちですよね。ありますあります。そういった意味ではそうそうおっしゃる通り何でも走りながら考えればいいわけじゃなくて、はい、ゴールが見えていけばダメですよね。うん、でそのゴールっていうのがまさに、この要は、我々の言葉というか
かマッキンゼリーでいくとイシュー、イシュー、何のイシューを解くために今この仕事をするんですか、うん、会議するんですか、会議をするんですか、ここはやっぱり明確にしないと、ただ走って、うん、で何かなんかいろんなことを考えたら、うん、多分発散したと思うんで、はい、もうおっしゃる通りそこも結構大きな違いかなという気がします。わかりやすいです、はいはい、続けてください。で、ここでも実際例題ですね。はで、ロコンドの実例題でいくと、多分この YouTube ご覧の方でいくと、うん、まあ、一番わかりやすいのはやっぱり YouTube のうん、まあ、事例かなと思ったんで、はい、もう私もうヒカルさんと宮迫さん のこれを事例で持ってまいりました、うんうんうん、はい、ご存知の方結構多いですかね、このご覧の方、うん、まあ、何があったかというと、まあ、YouTuber ヒカルさん、はい、と2020年の4月ぐらいに、うん、まあ、ロコンドと、まあ、コラボ動画みたいな感じ で、うん、でリザードっていうので、まあ、靴を作る、で靴を作ってくれ、でこの質問にも書いてますけど、リザードの靴を作ってくれ、はあ、で売れたらロコンドの CM、これも、ヒカル君も出してくれ、うん、でさらには宮迫さんも出してくれっていうですね、この動画画面にあるように私も非常に困っていたわけですけど、うん、まあ、こういうことを言われましたと、うん、で僕言われました、実はですね、実はですね、あたふたしてる様子はこれはもうヒカルチャンネルをご覧いただければ、うん、分かるかと思います。でこれを言われましたっていう時に、うん、じゃこの時のイシューなんぞやと、はい、いうことを考えていきたいと思います、うん、まず一番最初は、うん、頭になるコア の、その大きな問いといいますか、うん、は当たり前ですけど、その光くんが宮迫さんを連れてやってきたと、うん、でまずそもそもこれ受けるべきか受けないべきか、うん、これが一番大事ですよね。それがゴールですよね。そうですそうです、うん、受けないんだったらもう動画をちょっともうカットしてでも止めなきゃいけないと、うん、で、まあ、受けるんだかだったらまあ当然やるんだけど、まあ、そもそも受けるべきか受けないべきか、これが一番大きな問いであると、うん、でこれをじゃあ、イエスの考えるときに、うん、日本の大企業の会議とかいろいろ見てると思うのが、じゃあ大きな問いまである、例えばじゃあ、うん、この会社を買うべきか買わないべきか、うん、こんなもじゃあ、結構会議のテーマになったりするんですけど、その次のところはこれがイシューになってくるわけですけど、はあ、そこがまたぼやっとしてるから、うん、この会社買いたい、いいよ、魅力的だよね、シナジーありそうだよね、高いよね、でもコンプラがどうだしどうだとか喋ってると、うん、もうなんかもうちょっとじゃこれ気になるからもうちょっと喋ってみよう、で翌週になって出てきたら、うん、でもなんかこの辺まだ気になるからちょっと調べてみようって、こう延々続いて、うん、なんか半年経っても結局物事が進まないみたいなのがたくさんあるので、うんうん、この次にじゃイシューを考えると、はい、でこの時何だと思います？まず一つは、はい、やっぱりね、ヒカルさん宮迫さんってリスクもある方ですよ、ね、いや間違いないですよそうですね、みんながもろ手を挙げて、ねはい、歓迎する人じゃないんで、はい、そこでなんかリスクはないかって考えますよね。おっしゃる通り、うん、ここがですね、ここに、もう直接的ですねいやこれ実はですね、今でこそ、うん、まあ、ヒカル君宮迫さんも、まあ、宮迫さんも含めてかなり印象は良くなったんですけども、うん、2020年でいくと、うん、多分まあまずヒカル君ヒカルさんの、YouTuber としてはまだ多分バリュー事件を起こした人ぐらいしか多分世の中的な認知はなくて、僕もそう言ってるのはこの人なんだろう、うん、なんか事件を起こしたことはなんとなく知ってる、はい、もしかしたら反社とは正直、うん、まだ知識なかったんですよね、うん、はい、で宮迫さんで言うと、うん、もうそれこそ闇営業があってで金塊事件があって、うん、であれもよく分からなかったんですけど、うん、やっぱり黒い人なのかなと、はい、やっぱそういうちょっと私も分かってなかったので、うん、そこはやっぱりこれは上場企業としては、うん、もしそういうグレーな方であれば、はい、これはもう当然アウトですよね。これそうですね、コンプラ的にもね、はい、アウトです、うん、だそういった意味ではじゃあ1個の今1つ目のイシューとしては、うん、この方々、周りの方含めてまず本当要はそのコンプライアンス的に大丈夫か、うん、これは、今回本件に関していくと間違いなくイシューになるわけです、うん、でイシューをじゃあまずは考えた上で何考えるか、まず1つ目のイシューはこの犯罪者とか反社、はい、ダイレクトに行っちゃうと可能性がないか、うん、って確認がまずありますと、うんうん、あと何かありますか。やっぱりこれをやること、まあ、CM とかまでやっていったりするとコストかかるわけで、うん、はい、それ費用対効果に合うのか、コストに見合っただけ本当に効果が出て商売としてプラスなのかっていうところは経営者として考えますよね。おっしゃる通りです。うん、投資とリターン、投資に対してリターンが見込めるかが、この3つ目のイシューとして書きましたけど、ただその手前で私考えたのが、うん、まあ、反社じゃなくても、うん、要は、その光さん宮迫さんの、うん、いわゆるアンチの方があまりに多いと、うん、要はそこで好きな人は買ってくれるかもしれないけど離れてしまう可能性はないか、はこれもやっぱり当然ながら本件を受けるか受けないかを決めるときには私はイシュー
収の2つ目あさすが、はい、確かに3つ目の投資とリターンはこれからの話ですけど、はい、この2つ目は既存客がどうなるかっていう今までのストックの積み重ねがどうなるかって話ですもんね。おっしゃる通りです。確かに別イシューとして出した方がいいですよね。そうなんですよ、うん、もう当時2020年もそういったロコンドも取り扱いだったけど200億円ぐらい、うん、でもう、何百万人の会員様がいらっしゃったので、はあ、そのヒカルさん の, その、プロジェクトによって新規の会員様が来たとしても、うん、その数百万人の会員様が逃げていってしまったら、はあ、これやっぱり良くないわけですよね。そうですね、はい、みたいなこともあって私はまずこの本件まずヒカルさんから言われた時に考えた、はあ、頭の中で考えた3つのイシューはこの3つのイシューをクリアしたらまあこれはイエスだなと、はあ、でこれが逆にノーが1つでもノーがあったらこれはやめるべきだなと思ってました。これってこの3つのイシューって言われた瞬間もう瞬時にほぼすぐ思い浮かぶんですか田中さんの前。そうですね、やっぱ私なんかもう、そうですマッキンゼー時代もそうですし、うんまあ、それ以降ももう毎日これをまあトレーニングのようにやってるので、はあね、すぐやっぱ瞬間で思いつくもんですけど、うん、ただこれも結構やっぱやればやるほどなんていうか、まあ、ゴルフの練習私今日来る前もゴルフの練習やってましたけど、うんはい、やっぱやればやるほどやっぱりこう身についてくるというかはで実際じゃあ今回はどう思いますか自分で私この辺の3つが一緒だと思います、うん、でやった時に新しいものが出てくるあ、じゃあやっぱこれも一緒なんだなっていうことがこの試行錯誤を繰り返していくことによって、うん、この勘どころっていうのはやっぱ掴めてくるんですよね。はでこういう人の場合だったらあ本件だったら多分この辺が一緒になってくるなって、うんこの前やったらこうだなでこれは多分、まあ、本とか読んだりで分かってくったりもするんですけども、うん、やっぱ何だかんだやっぱりこうリアルなビジネスからこうなんかこう学べるものも多いかなと思っていて、うん、ただ、まあ、そもそもこういうイシューっていうことを考えずにただ経験をするとやっぱりこうやっていつまでたっても身につかないんですよ、うん、だからどんな仕事どんな会議であってもイシューを考えるっていうことからやっていくこれが増したらもう毎日絶対練習ができるはずで、はい、でそうするとこの勘どころっていうのは結構つかめてくると思います、うん、確かにプライベートでも練習できるわけですもんね。できます間違いなく。でその辺はですね本当にもうただ漫然とやるんじゃなくて何の質問に何の質問を解くために今やってるのか、うん、これは本当繰り返しもしつこいようですけどこれを考えることで相当生産性は上がってきます。はあ、一つ質問なんですけど、はい、イシューは3つぐらいがちょうどいいんですか数ってどうなんでしょう。なんかですねやっぱマッキンゼーって3が大好きなんですよ。はあ、だからなので私なんかも常にこう3個どうしても考えてしまう癖があるんですけど、うん、まあ、ベタな3じゃなきゃダメってわけではもちろんないです、うん、でただ、マッキンゼーだと結構みんな3が好き で僕もその癖があって、3がなんか一番気持ちいい数字ですね。うん、まあ、4になると議論がブレそうですよね、はい、まあ、4とか5でも、そうですね、悪くはないと思うんですけどやっぱこうなんかちょうどいいちゃんとなんかイシューなんかでも重要なものを抑える上では大体私も経験上3つ抑えておけばそんなにずれることはないかなって気がします。わかりました、はい、これをイシューを上げた上で次どうするんでしょうか、はい、でこのじゃあまずイシューを明確にした上で何考えるか要は当たり前ですけどそれを解くための、まあ、調査分析会議こういうことをやるわけですね、うん、でじゃあ本件に関して、まあ、パッパッパッとまず考えました。でとりあえず動画は撮りました。でもその後私がすぐ何したか、まず一つ目このバリュー事件闇営業事件、はい、この正確な理解ほうこれがですね、うん、反社や、可能性をする上で、まあ、例えばなんですかいわゆるこう 上場企業的な反社チェックとか、うん、まあ、それはまあそれぞれしたんですけども、うん、あとはその私もやっぱなんとなくしかそのじゃ光さんが起こした事件、うん、宮迫さんが起こした事件ということはよく分かってなかったんですね、うん、なのでここをやっぱりちゃんと、まあ、読み解いていくというか、うん、一体何が起きてこうなることが起きたのか、うん、で本人はどういうことを言ってるのか、うん、で実際事実関係どうかということを私も後でも結構本当 YouTube だったりいろいろこう読み返してで宮迫さんなんかも相当いろんなまあ情報があったんで、うんうん、その全部チェックをしてあでこれはやっぱこういうことだったんだ、うん、で私の中で結論としては、まあ、当然その2人もそうですし周りもその闇犯罪者とか犯者の可能性はもうゼロだし、うん、このバリュー事件と闇営業のところに関しても、うん、なんか2人が、悪意を持ってやったことではないなということを僕は思って、うんうん、要は例えば犯者じゃなくてもこう何ですかね悪いことを考えるってやっぱ嫌じゃないですか、はい、うん、やっぱりいろいろと仕事をするで、リスクがあるの でそこで私はただこの人ちゃんと理解した上でこれは明らかに2人に悪意は決してなくて、うんうん、なんとなくただ一言言うとなんだろうな、まあ、脇が甘かった部分があったのかなみたいなところ、うん、でもそれは決してこう、まあ、ビジネスを熟知しているわけではないから、まあ、しょうがない要は上場借の余地はあるなということをまあ結論に達して、うんうん、なので要はここのまず1個目のイシューのところでは OK
っていうのはまあ僕の中で答えを出したという感じです。あ、白か黒かってまあ法律的に見える部分と、はい、あと最後は自分の倫理観的なものと合うかってあるじゃないですか。はい、なので最後は自分の主観というか倫理観による判断になるわけですね。そうですね。はい、そ, ね、その中で、はい、やっぱりロコンドとしてのこう軸みたいなところがあって、うん、でここまでは OK、ここは NG みたいな。うん、でおっしゃる通り、ロコンドとしては、このイシュー、まあ、ちょっとまあこの反射とかだけじゃなくて、うん、その要は軸というかの観点でもこれはまあ OK だなと、うん、今答えが出たということです。わかりました。はい、で2つ目、うん、じゃあアンチがこのロコンドから離れるリスク、うん、でこれ本当ですね、それ以外も我々いろんな YouTuber さんと仕事していきましたけど、うん、特にこの何ですかね、リスクに対して否定的、怖がる人っていうのはこういうことをとにかく怖がるわけですよ。はい、いやいや、なんかちょっとそういうことしちゃうとイメージが悪くなる、うん、だからやっぱり CM のタレントは綾瀬はるかさんだみたいなあの、いやとにかくホワイトな方をやっぱり好む傾向っていうのがすごくあって、うん、でも、そこに関してやっぱりちゃんとこの、定量化をしていくっていうことがすごく僕は大事だと思ってますと、うん、でじゃあこのアンチがロコンドから離れるリスク、じゃあその時どうやって僕が調査をしたかっていくと、ロコンドのユーザー内での認知度とあと好感度、これはですね、好感度っていうのは、光さんとか宮迫さんの好感度っていうものを認知度と好感度、これを、まあ全部が全部アンケートをしたわけではありませんけども、うん、まあ、ちょっと定性的にこういろいろインタビューなんかもしてって、うん、実際これ私チェックをしました。へでその時、私分かったのが、ロコンドの主なユーザー様っていうのは大体この35歳から49歳の女性なんですよ、うん、あんまりそれこそ YouTube とか見る方ではなくて、うん、テレビなんかもあんまり見ない、うん、まあ、見るとしたら YouTube、インスタグラムとか、まあ、あとはそれぞれ未だにというか結構ブログなんかも読んでるとか、うん、まあ、そういう方々ということはまあ分かっていて、で聞いてみるとヒカルさんのことはそもそも知らない人が多かった。うん、はい、なんとなく言われてみたら金とクロムとかいるということは聞いたことはあるかもしれないけども、うん、正直知らないし、はい、バル実験なんて聞いたこともない、はい、で宮迫さんに関してはやっぱり当然皆さん知っている、うん、けども宮迫さんに対するこうアンチというか悪い気持ちも決してなくて、うん、まあ、シンプルに言うとなんかいろいろ一時期ニュースになっていたけど別に良くもなく悪くもなくあんまり興味がないそういったらそうなんですよ。だからロコンドのユーザー様にとっては、うん、まあ別にいいんじゃないのというか、うん、我々は 私たちは知りません、うん、で別に悪い印象もなければ別にいい印象もないのでっていう結果だったので、はい、あ、だとしたら別にこう光さん宮迫さんとやってもこれはまあ離れるリスクっていうことはないなという、はい、いうふうに考えました。分かりやすい、はい、最後で最後はこれもシンプルに投資とリターンでいくと、CM、まだ投資に対してはこれはもうまあテレビ CM やってほしいと言われているので、まあ、CM がまあじゃあいくらぐらいかかるのか、うん、で、まあ、本件に関していくとじゃあ少なくともじゃあ光さん宮迫さんはまあタダで出てくれるわけなので、はい、制作費用を安くできる、であとはじゃあそろそろあとはどういう費用がかかるかっていうのは費用の部分の計算と、あとはリターンに関しては実はこれはリザードっていうのはヒカルさんのブランドなんですけども、まあ、洋服ですでにもうやって実績があったので、そうするとじゃあこれくらいまでは可能かな、でそうすると費用とあとはまあ売上あとはまあ利益まで計算ができるわけで、そうするとここに関しても丸だったので、まずはこの頭の中で3つこう何ですかイシューを出して、そこに対してそれぞれもうピンポイントで確認をして、でなので OK っていうふうなことをこの時は判断したんです。納得感ありますね。ありがとうございます。これどれぐらい時間かけたんですか、この3つのチェックに。まずイシューはそういうこと本当もう動画内でパパッと考えて、うん、でこれもやっぱ慣れてくると、3つともどうですかね、1日かかんなかったと思います。そんなスピードで、はい、早、はい、でそれができるとこういうことがあっても、うん、いやどうしようか、ヒカルさんと組むのどうしようかってエンド会議するんじゃなくて、ピンポイントに抑えてピンポイントに必要な調査必要な情報だけ集めることによって判断っていうのがすごくスピーディーにできてくる、でこういうことをすれば決して走りながら考えても大きなリスクはない。なんかそれをやるために一番大事なことがイシューから始めるっていうことなんですね。か、はい、なんかねインタビューでもお聞きしましたけど、はい、なんか本当直感だけで決めてるようにあの動画とか見てたら思ってたんですけどそうじゃなくその背景にはこんな緻密なすっごい冷静なんですよ分析があってということですね、はい、あとこういうふうにやってると失敗したりした時でも振り返りますよね、はいはい、ですね、そうですね、うん、どこが違っていたのか、うん、まあ、よくあるのはじゃあそもそもじゃあイシューがじゃあここはポイントを抑えてなかった部分があったんじゃないかっていうこともあったりしますし、うん、あとはその調査が実はちょっと、足りない部分があったとか、うん、まあ、いろいろあったりするんですけど、ただやっぱりこういうことをちゃんとやってこう繰り返していくと、うん、結構やっぱ失敗確率は相当減りますよ、ね、はあ、うん、しかも洗練されてきますもんね、その学びから、ね、はい、はあ、これを田中さんの頭の中でこう描いてこれをやってるっていうのは周りの
幹部とかメンバーにも全部話してみんなで共有しながらやるんですか、それとも自分の中で完結してもポポってやっちゃうんですか。まあ、そこはですねやっぱりこういうなんかもうグラフを書いちゃうと、うん、そもそもなんか嫌だっていう話もいたりするんで、はい、ぼやっとちょっとそれこそ私もなんですか動画の感じでこう緩く喋ったりしますね。いや何がポイントかな、反射か大丈夫かなとか言ったりとか。あーけど頭の中でしっかり整理されてですね。そうそう頭の中でこんな感じでこうなんかフレームワークを作りながら緩く喋ることによって比較的それこそそのマッキンゼーとかあんまり知らない社員なんかでもまあ受け入れやすいんじゃないかなという気がしますね。いや勉強になります。ありがとうございます。へえ。これなんかこれケーススタディがいいですね。なんかそうですね。これは入ってくる。はい。光さん宮迫さんの件はいろんな観点で僕はビジネスケースに使えると思うんで多分これからも使っていこうと思ってます。はい。とりあえず、はい、今回はじゃあまあイシューのまとめ、うん、ということですけども、最後に改めて申し上げるとまずはその会議でも分析調査でも何か仕事を取り掛かる前にもうわーっと読むわーっと話すではなくて大きな問い何の問いに答えるためにやってるのかこれまで明確にしましょうと。でその上で2つ目大きな問いに答えるための鍵となる質問これをイシューも何なのかということこれもまたはもう考えることがすごく大事で、イシューはそんな僕の難しくないと思うんですよ、はい、このさっきのケースでもあった通り、うん、イシューを考えてない人がとにかく多い、うんうん、だからイシューをまだ明確にするということ、うん、でその上でそのイシューを答えるために必要な仕事にポンポンピンポイント必要な調査必要な分析に絞って大きな問いに対する答えを出す、うん、でこれはもう方向性であとはやる。あこれで相当あの仕事のやっぱ生産性は僕は変わると思います。むちゃくちゃ納得感あるんですけど、はいまあ、ある種シンプルな話じゃないですか、はいはいはい、なんでこれが日本人の人はこんなできないんですか。やっぱその本当国語のさっきの問題の読解のなんか問題のケースにもつながってくるんですけど、うん、なんか日本人みんな熟読したがりますよね。あやっぱ真面目な完璧主義真面目で完璧な方が多い気がします。あその完璧主義を違う形で発揮した方がいいってことですね。まあ、その例えば本なんかでも、まあ、熟読したい人は熟読でいいと思うんですけど、うん、やっぱ仕事ってどうしてもやっぱり時間が限られてるし、うんまあ、いかにこう短い時間でこうこなしていくかということはすごく大事になってくるんで、うん、そこではやっぱりその、まあ、完璧主義とかそのやっぱじっくりやりたいっていうのは少しこの人置いといて、うんまあ、そこはこうスピーディーにやっていくこうシフトしていく、うん、でそのためにやっぱ僕はやっぱイシューってすごく大事だと思いますね。あ、うん、これをなんかうまく浸透させるために経営者としてはどういうふうに工夫してるんですか、はい、多くの人にやってもらって自律的に、うんはい、みんなが一周考えるようになればなるほど会社の力上がりそうじゃないですか。そうですね。でそういった意味でじゃあ僕なんかも結構意識してるのは、まあその分析をやってる社員とか会議なんかでもそうですけど僕が出る社会なんかは今日この会議何の質問答えなきゃみたいなことを実際みんなが聞いたりとか、はあ、でそうするといやじゃあ今日はじゃあ売り上げをどう上げるかのかテーマです分かった、うん、じゃあそれに絞って話そうぜそしたらもう余計な情報共有は一旦もう後でスラックしといてっていう風になってくるし、うん、分析でももう分析って本当やればやるほどキリがないじゃないですか、はい、これ何の質問を答えたいんだっけ、うん、っていうことを結構聞くようにしていてあでそうするとそれは決してその別に優秀な大学卒業したメンバーじゃなくてもあこれはこのためですってことは当然答えられるし、うん、こういうことをやっぱ繰り返していくと結構やっぱり生産性が上がってる気がしますね。あ、うんうん、そうか会議でも事前に議題はみたいなのは言いますけど、うん、イシューまで考えてる人あんまりいないですもんね。そうですよ結構アジェンダまで結構皆さんできるんですけど、うん、アジェンダってふわっとしてるんですよ、うんうんうん、なんとなく売上報告1って言って2が、じゃあ来週の策みたいなこう、うん、言葉になっていて質問になってないんですよイシューの、はい、イシュー要は疑問形にすることによって、うん、これ何の質問に答えるかっていうのがすごく明確になるので、うんうん、はてなマークこれもポイントです。はあ、はてなマークを全部つけていくってことですね。ああよく分かりました。あとプライベートにも使えるっていうお話もありましたけど、はい、あんまり日常生活でイシューイシュー言いしすぎると嫌われそうな気もするじゃないですかどれぐらいの塩梅でどれぐらいの柔らかさでこの思考法を人生において使うべきなんでしょうか。どうなんでしょうね。私も角が立ちそうだなと、はい、何度も角を立たせてきた人間としてはちょっと答えにくい問題ですけど、うんうん、そういった意味では、じゃあまあ私も妻とも幾度となく喧嘩も当然してますけど、はいうん、妻との口論ではあんまり僕はイシューアナリストはしない方がいいかなとほどほどにということですね。そうですね、はい、分かりました。今日はイシューアナリストありがとうございました。ありがとうございます。第2回目は何でしょうか。第2回目ですね、うん次はステークホルダーアナリスト。ステークホルダーアナリストまた面白そう、はいはい、でこれも、はい、またこんな感じで説明していきたいと思います、はい、皆さんお楽しみに、はい、それでこれで田中さん結局何やってる人なのかってことを最後紹介、はい、遅くなっちゃうので、はいはい、じゃ最後にちょっとロコンドの、うん、紹介させてください、はい僕ですね、ロコンドとあとリーボック、うん、RBKG の社長をやっておりますでロコンドの紹介なんですけどもロコンドいろんな、まあ、サービスを行っていて自宅で試着、気軽に返品ができます。で靴を中心に、まあ、洋服も含めて3000ブランド以上正規で取り扱っております。で最短で2時までのご注文いただければ当日お届
ロケ、こんなことも行っています。であとはこれからクリスマスあると思うんですけど、ギフトラッピングもすごい素敵なものを行っていたりとか、あとはもう、毎週お得なセールやっていたりとか、たくさんいろんな企画やってますんで、もしこの動画ですね面白いと思った方はぜひ、チャンネル登録だけじゃなくてロコンドでも買っていただけると大変嬉しいです。ほう、先ほど30代から40代の女性が主な客お客様とおっしゃってたじゃないですか、はい、男性ってどのぐらい使ってるんですか。大体でも2割ぐらいお使いいただいてますね。そうなんですね。やっぱり靴とかって女性と男性だともう買う頻度が全然違うんですよ。こだわりも違いますよね、はい、で女性ってやっぱりパンプス買ってスニーカー買ってブーツ買って、でも男性ってスニーカーだけとかビジネスシューズだけとかあったりするんで、でもそういった意味では結構男性のお客さんも多いんで、ぜひ男性のお客さんも、はい、見てほしいと思います、はい、ありがとうございます。それでは第2回目お楽しみにということで、ありがとうございます。ありがとうございます。で商談、いろいろ回数やるんだけど、なかなか結果出せない、ステークホルダーアナリシス、はい、これ持ってまいりました。どういうことですか。今回はヒカルさんの気持ちになって、ぜひ考えてみましょうと。ヒカルさんが商談をする側ですけども、商談を受ける私、巻き込まれた宮迫さん、はい、この関係者3人が皆さんのこう利害をちゃんと考えて提案をするかどうか、いいケーススタディ、はい、これやっておくことで結構もう5割ぐらいに相当上がるイメージあります。こういうことをしないで、ただ弊社の商品これいいですよ、多くないですか。結構めちゃくちゃ多いです。相手先様が上場企業であれば決算資料で結構分かるじゃないですか、はい、だからそのちょっとひと手間を、その商談前にやるかやらないか、10分考える時間作りましょうと、絶対変わりますよ。このチャンネルでは毎日ビジネス、キャリア、マネーに役立つコンテンツを深く面白くお届けしていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。